すが今年もやってくる。玄関から堂々と。はい、1年間良い子にしていた君にはこれをあげよう。あ、そうだ、サンタさんプレゼントくれてくるかな。あ、サンタさんが僕にプレゼント。中身なんだろうな。やっほー、俺らでー。だ、だれこれが新しい世界か。何かあるはずや。探してみようかな。普通にリンゴが1個だけ入ってる。ここの家の人相当リンゴ好きなんだろうな。リンゴだけって他のものを入れとけばいいもんね。あ、こんだけか。よいしょ。次、あ、これは公園かな。こんな遊具があってさ、これジャングルジムやな。あ、なんかマイクラの世界にもジャングルジムってあるんだなっていう感じです。ベンチがある。もう完全に、あ、これ絶対これ、え、何やったっけ。ちょっとあんま見なさすぎて、公園なんか行かなさすぎてさ、これが何だったっけな。シーソーか。シーソーやな。シーソーって言葉すら頭の中にないっていう。出てこんな、シーソーって久しぶり見たら出てこんな言葉が。シーソーゲームとかあるのにな、なんか曲とかでさ。噴水があってさ、お、定番滑り台、滑り台、ド滑り台、俺はド滑り台、逆ド滑り台。ゴツゴツしてる。これゴツゴツしてるよ、これ。滑ってる途中でガンガンガンって何回か鳴ってるからね。なあお前、そう思わんか。超人、お前絶対お前大人だろ。大人なのに何お前昼間からこの公園来たんだ。無職かお前は。何か仕事探せ。あ、ここ入ってみよう。なんか大きいな、ここ。あ、これ酒場、一杯飲んでおくか。私今年で二十歳になったんですよ。二十歳になってもう2ヶ月経つんですよ。マスター、あ、俺好きなお酒、そうやね、俺が好きなのはそうだね、牛乳欲しいです、牛乳欲しいです、牛乳欲しいです。なあマスター、牛乳飲ませてくれないか。マスター、お酒一本もないやないか。お酒入れとく。なんかチェストあたりでもあればいいのにね。チェスト、チェスト、なんか上におる。お前何しようこんなところで。はこんなとこで何をしているんだい。うん、僕かい。僕はね、空を見上げてるんだ。へえ、それはどうしたい。うん、僕ね、仕事ないんだ。仕事ないから何もやることないんだ。だから空を見上げてるんだ。ああ、そうなのかい。そんな時にな、ホットペッパー。何今の。なんかやってもだけど、なんかやってもだ。あ、これ肉屋だ。ここで食料は調達できそうだ。あ、肉屋、いらっしゃい。あんたなら好きな時持っていきな。なんかすごいな、ここに、ここの世界に来てまだ全然立てないのよりすごい信頼置かれてる。俺この世界での立場なんなん。
めっちゃ肉ある。あー豚肉派なんだ僕、豚肉派なんだ僕。水ちょっと待って、ありがとう。他の場合持っていかない、必要になったらもらうからね。はい、もらうから。ゴーレムもおるやな、この世界の村、村もな、村村するで。あ、ここは八百屋か。野菜も食べなきゃダメだよ。大丈夫、僕ドレッシング大好きだもん。野菜というか、むしろドレッシングが好きだもん。野菜も好きやけど、むしろドレッシングの方が好きなタイプなんだもん。わー、めっちゃある。小麦とかある。じゃあ、この辺りもらっていこう。よし。もう始まってすぐなのにさ、アイテム欄がすごいことになってる。これ何も取っても意味ないだろう。これ何も取っても意味ないわ。野菜も置いていこう、これ、野菜は。肉だけで十分じゃ。僕は肉パンマン。肉パンマンって何？お、鍛冶屋。武器や防具はここで調達しよう。流行った、なん、絶対これ冒険に出てくるパターンだよね。よ、しっかり装備は整えてくれよ。はい、頑張りますよ。何を頑張ればいいか知らんけどね。この世界に来てすぐの人にこんなさ、なんか言われたんやけど、なんか、激励の言葉を言われたんやけどさ、俺何を頑張ればいいんだ。じゃあ何を頑張ればいいんだ。教えてくれ、武器屋のマスター。と、お主が私のマスターかとか。そういうセイバー的なこともノリでもやらなあかんの、ノリ。ノリで。これは？あ、ケーキがある。ここの家の人、バースデーなんか、バースデーあるんだ、バースデー。バースデーって連呼する人、ここまで初めて見たでしょ、みんな。まあ、もらっていこうっていうか、俺が祝ったるわ。あ、置いて、あ、寝て、浮いた、浮いてもた。ケーキ浮いてもたがな、こんなとこ置こうとしたけん。俺がさ、ハッピーバースデーの歌歌ってるけんな。おい、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 ハッピーバースデートゥーユー。おちけらは、今日は生まれた日だ。お前のテンション、ただあり、雨は全然上がらない。おい、ケーキ。なんかこの、なんか他のと絶対、なんか違うぞ。教会だ。あーめん、なんか、なんか神父さんめちゃくちゃ暴れ回ってますけど。神父さん、あなたそんなんで神父務まると思ってんですか。冷静におらなあかんところですよ、あんた。何してんの。あ、町人だった。神父じゃないんや。神父おらんの。神父どっか行ったんや。遊びに行っとんねん。どうした、悪魔に取りつかれたか、お前。魔除けのポーション。これで落ち着いてくれればいいんですけどね。あ、そうだ。せっかくの教会なんだったら俺もさ、何か祈っておこうかな。あ、そうだ。視聴者さんの皆さん。あの、教会でさ、祈る時のさ、一つの、なんというか、ルールってあるんですよ。あの、まずっていうか一つしかないけど。あの、ルールっていうのはね、あの、教会に来て願う願い事っていうのはね、一つしかダメっていうルールがあるんですよ。二つ以上言ったら、あの、叶えてもらえんどころか、ちょっとした罰が当たるっていう、そういう掟があるって聞いたんですよね、俺。教会のルールです。覚えとって損はないですよ。何願おうかな。そうやな。とりあえず、やっぱ、刹那圭介の実況を見てくださる人、見て笑ってくださる人が今後ともども増えますように。あ、それと彼女できますように。あ、それとお金ガッポガッポ入りますように。あ、それと翼をください。よっしゃ、祈り終わった。あ、お前、悪魔取り付いとるぞ、お前。また悪魔取り付いとるぞ、お前。魔除けのポーション効いてないやないか。どうした、お前。お前、魔物に取り付かれやすい体質か、お前。大丈夫か。お前、大丈夫か。で、お前、もしかしてさ、ここでさ、お前、ね、あの、お祈りさ、お祈りで願い事5回ぐらい言ってたろ、お前。
1回しか言ってあかんのぞお前。2回以上言ったらさ、お前それはバチ当たるわ。バチ当たったんじゃ、バチ当たったけん、あの悪魔取り付いたんじゃ。救えねえやつだ。じゃあな。あっ、ここ、こいつらまで悪魔に取り憑かれてる。え、なんなん、ここの村人はさ、町人はさ、悪魔に取り憑かれやすい体質なん、それとも悪魔が住み着いてる町なん、これ。俺、こんな町からすぐ出たいっすね。よく聞いたな、早速じゃが、なんかいきなり頼み事されたんやけど、最近、この町から道なりに住んだ川付近に山賊がおる。そいつらがちょくちょくこの町に悪さをしてきて困ってるんじゃ、わしの金歯取られたん。金歯取られたん、おっさん、ちょっと読ませて。ちょっと早いんですけど、読ませて。どれどれ、やな、金歯のとこまで読んだな。わしの金歯も山賊に盗まれてしまったのじゃ。山賊のアジトは、町に出て、道なりに住んだところにあるベースキャンプにメモを残しておいたので、それを確認してくれ。アジト、町を出て道なりに住んだところ、ベースキャンプね。あ、行けってことか、そこまで。アジトを潰したらわしの入れ歯をベースキャンプの納品箱に入れてくれ。納品箱、若干もうハンチックやな。なんか納品してくれってところが、それで報酬を渡そう。まあ、報酬くれるんだったらいいけどさ、たんまりもらうで。あ、そうか、さっきの教会でさ、お金たんまりもらえますようにっていう願いが叶った証拠なんだよこれ。やった、願っとってよかった。山賊のアジトまでは少し距離があるから、門付近の馬小屋の馬を持っていくがよい。あと万人の兵士にも話はつけておいたぞ。ありがとうございます。ってことは馬くれるんじゃ。おったな、馬買いおったな。やった、あれ一匹もらえるんじゃ。あったぜ。じゃあ早速行くぞ。馬どけ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 、邪魔だ邪魔だ、どけどけ。ん、もうバラ持ってるこいつ。キザな野郎め。